これから目黒川の、お花見クルーズに出発します。目黒川はお花見で大変有名ですけれども、水辺から見るお花見大変素敵だったんです。まあ、今日は特にあの桜もちょうどいい季節なので、楽しみに撮ってます。よろしくお願いします。町船未来塾の阿部と申します。これからあの1時間のコースで目黒川を登って、ここへ戻るということです。はじめにちょっと船の方からあの船長の方から超ベテランの船長です。ご安心しようと私はあのお手伝いをします。トイレとかついておりますのでね、何かあったら私に言ってください。寒い時はコートも用意します。大久保と申します。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。どうも私もこのコース初めてで事情がわからないまま今朝来たら今のご挨拶の大久保さんっていう方がいらして、どうも大久保さんは、皆さんの説明の大ベテランのようですので、あの私が説明するやまた大久保さんに頼んだ方が良かったかもしれないと思いつつ、マイクを持ってます。ただあの今日はお花見ですから、あまり、余計なことはなるべく言わないように、します。ただあのすぐもうそこの水門出ると右に曲がって、目黒川に入ってきます。で、目黒川、このコースも乗ったことが終わりの方なんかいらっしゃいますか？あ、いないのを幸いに、多少お話をすることが。であの船はあの大久保さん、この船は雅叙園のところまで行く、でそんな感じですか？はい、あの目黒の雅叙園ぐらいのところまで行って、帰ってきます。で従ってその向こう、あのよくクリスマスでイルミネーションなんかしてる中目黒に近いところはそれのちょっと向こうになりますよね。ですからこれが、終わって、あとそこの臨海線で行くと大崎からちょっと中目黒まで歩くといろんなその目黒川のお花見がさらにできるということです。で、どのくらい今日花が咲いてるかは皆さん次第で、だいぶ5分咲きくらいになって帰りには6分咲きになるかもしれない。またあのお散歩すると8分咲きぐらいに今日はなるかもしれないということですので、あの自由に写真を撮りながら一緒にお散歩をしましょうということです。でほとんどあの今日見える桜は、ソメイヨシノだと思います。で、これが終わってから4月半ばぐらいまでは八重桜がここは結構あると言われています。左の方へ曲がって、北品川のところから海に注いでたっていうのがこの目黒川なんだそうです。で、目黒川っていう名前は、どうもその後できた名前で、江戸時代は小鳥川って、どんな字書くかっていうと、あの赤、あの赤すりの赤、それが離れる、それで、だから赤を落とす川なんだそうです。でそれはなんでそんな名前がついてたかというと、目黒のお不動さんって、この先にありますが、そこへ江戸時代お参りに行くときにここでちょっと水浴びをして清めて、それからお参りに行くということで、その赤を取るということの名前がついてたというのがこの川だそうです。あとはもう目黒といえば目黒のお不動産であって、それと目黒のサンマですよね。うなずいてくれたありがとうございます。またあのにっこり笑ってくれると嬉しいね。お話ししましょうね。で、まあ、目黒のサンマも皆さん知っての通りですが、どうも江戸時代は
品川、まあ、品川っていう名前は品川ここに集まったということで、品川集まる川という単純な名前なんだそうです。品川に、日本橋の、まあ、その当時江戸時代日本橋に橋があったというのはもう皆さんご存知の話ですが、日本橋に上がる魚っていうのは、要は上物が集まっていることですが、雑魚物は品川とかその辺に上がったそうです。で、したがって、ここで、食ったサンマがうまかったっていうのが、その落語の内容なんですが、で同じサンマがなぜ、ここで食べると美味しかったかっていうと、骨がいっぱいあって油がいっぱい乗ってて、それを焼いて、食べたということで美味しかった。日本橋、その後その殿様が自分の家に帰って、それで、サンマを食べたいからあれを食べさせてと言ったら、殿様はお嬢ちゃんと同じで骨が喉に引っかかると困るから、みんな骨を家来の人たちが抜いてくれて、油も体に悪いから、ね、今みたいに魚の油はコラーゲンなんて言わないから、みんな油も抜いてボソボソにして食べさせてくれたから、ちっとも美味しくなかったというのが、日本橋のサンマだったそうです。それで、その落語のうちは、ね、サンマは目黒に限るということで、目黒のサンマということになったそうです。で、目黒のサンマはどの辺で食べたかっていうと、きっと皆さんがこれからターンするところに、右側に大きな清掃工場の煙突が見えると思います。そこが、そこに茶屋があった、茶屋坂とかっていう名前の坂が目黒区の三田っていうところにあるそうです。この先が大崎の駅になります。というところをずっと行きます。で、この目黒川って、あんまり長い川じゃなくて、もともと言えば世田谷の代田とか烏山の方まで行くんですが、今は大橋のところから、流れてきているということで、あんまり勾配も急じゃないですから、潮の満ち引きで、水が流れてるのがありますので、船はかなりこうやって上の方まで上がってきたという昔から物流のものを運ぶために使ってた川という位置づけになってます。他のもっと南の方に行く川は少し勾配がありますから、あんまり水がありませんが、この目黒川はこうやって上流の方まで、こういうこと。野原とか藪が広がってたんですよね。そこで、いろいろ鷹狩りをして、その遊びの帰りに、そのサンマを食べたというのが江戸時代のこの辺のありようかと思います。で、さらに目黒不動の脇に五百羅漢寺というお寺があります。これも羅漢様が500体、今300ぐらいだっていうんですが、一つ皆さんの興味をそぐか持たれるかもしれない。その五百羅漢寺というのは、もともとは、江東区の大島というところにありました。で、その大島というのは、隅田川からずっとこう市川の方に行く小名木川っていう、これも幕府が江戸幕府を作った時にすぐ開いた
まあ、運河なんですが、それの要は改め書、番書ですから、改め書のところにできた、番書、今中川番書というんです。そのそばにこの五百羅漢寺が、あったんだそうです。で、その五百羅漢寺、なぜその話をするかというと、さらに奥の深い話で、そこには木造のその五百の仏像をどうやって、お参りするか拝むかっていうことで、仏像を並べてそれをずっとこう廊下を巡りながら見るということができるのが五百羅漢寺の見方なんですね。で、それは、皆さんの ね、お父さんお母さんご存知の方がいるかもしれない。ニューヨークにグッケンハイム美術館ってい うライトっていう昔帝国ホテルがを設計した、設計した美術館があるんですが、それもやっぱり回廊を巡りながら絵を見るということで、それの おそらくライトがその要はありようを聞くかなんかして、それを持ってったんではないかと言われるその言われがある、まあ、そのお寺五百羅漢寺ってのもこのそばにあります。少しずつね、もう桜がいっぱいこう出てます。ここ満開になったら綺麗ですよね、この景色ね。慎重に移植をしたというようなことを聞いてます。あの桜切るバカ梅切らぬバカと言いますが、あの特にソメイヨシノの系統のこういう桜は、まあ、切りますとその切り口から移植をして切ったらダメになってしまうよということを言われておりますけども、特にあのこの辺の桜は慎重に、植えたというふうに聞いてます。要はここはすごいですね。あんまり喋らないで見ていてもいいかもしれないですね。実はこれあのよくここのところはあの写真なんかで目黒の代表的な桜の名所というところで写真なんかで撮っているんです。皆さんあの写真を撮っていただいてたりしてお楽しみいただきたいと思います。少しずつ中に入っていってまた掘って、また戻ってきたということで、普通は飛んであの井戸みたいなところから入れてそこから進み出すんですけれども、あのそういうあの特別な作り方をした道路がこの中央環状線だそうです。それともう一つ、この首都高速はこれからも進化しますっていう中で、皆さんこうやって一緒に船で運河を巡っていくと、日本橋のところにも高速道路があって、運河があって随分、邪魔くさい感じがします。でこの地図見てるとやっぱりこの真ん中の道路いらないかもしれないって。
さあ少し桜が出て、最後の写真のスポットはここです。あの写真を。